週も人類滅亡、はい、始まりました、はい、いやもう大変なことが起こってますね、はい、そうですね、いろいろ、オミクロン株、はい、なんかあんま大したことなさそうな感じですね。そうですね大丈夫なんですかね。日本で4件ぐらいですかね。4件ぐらいで重症化例なしということで、はい、まあどうなるのかね、はい、まあ、ただダブル、あ、やべえ、これ言うと危なかった、危なかった。今言わなかったから、セーフ。気になりますけどね。W までしか言ってません。あ、はい、あれですね。あれです、あれ。はい。あれも、なんか、あーだこうだ言ってました。はい。はい、これ危なかった。危なかった、危なかった。ね、大村さん。大村さんに似た人がね、はい、なんか言ってましたよ。今のところ大丈夫そうだけど、はい、油断しないでねって、はい。なるほど。それだけなんですけど、はい、あそこの名前を言うとちょっと大変なんですよ。そうなんですね。スカイネットが見てるんで。怖いですね。怖いんですよ。攻撃されますよ。はい。はい、なんで、まあ今のところはだからそんなに大きな問題なそうですけど、まあ1ヶ月ぐらいしたら、分かるのかなと、はい。そうですね。ね、南アフリカっていろいろやってるんですかね。どうなんですかね。ね、調べてるのかどうか分かんないですけどね。はい。はい、で、そんな中ですね、はい、高橋先生との協調が発売されました。おー、すごいです。はい、こちら。はい、先週の金曜日に出たんでもう1週間になるんですけど、よかったら皆さん、はいはい、数字に弱い日本人の、危険な生活ということで、これ昔数字嫌いのあなたの驚くほど危険な生活っていう本があったんですよ、はい、ゲルト・ギーゲンレンツァーというですね、まあ、ドイツ人の心理学者の書いた本で、その人はあれです、マックス・プランク研究所というね、ドイツのまあ研究所の、はい、有名な研究所の所長だったんですけど、まあ、胸部マンモグラフィー検査、はい、要は無症状の人に検査することにどれぐらい意味があるのかみたいなのをずいぶん前に書いたんです、はいはい、まあ、検査いろいろ問題ありましたけどね、はいはい、無症状検査はどれぐらい意味あるのと、ね、我々のだからこう寿命を延ばすこととかにプラスなんのみたいなのを、はい、まあ、もう徹底的に数字で追っかけて、他にもいろいろあるんですけど、いろんなそういう、まあ、その虚部マンモグラフィー検査の話はすごいいっぱい書いたんですよ、はい、あるんですけど、まあ、他にも、まあ、一時が万事こうだよみたいなのがあって、で、まあ、これ日本版ずっと欲しいなと思ってたんですけど、はい、高橋先生しかいねえなと、これ書けた、いや、すごいですよなんで、なんかちょっと対談本の企画をってビジネス社に言われたんで、はい、じゃあ高橋先生とこういうのやりませんと、俺が逆に提案したら、うん、いいですねって言ってやることになって、これになって、はい、いや、面白そうですね、はい、いうことなんですよ、はい、はい、なのでぜひ皆さんよかったら、はい、これ買ってください、はい、私も読んでみたいと思います、はい、あ、これじゃあ差し上げます、え、いいんですか、はい、どうぞ、検本です、あ、はい、ありがとうございます、今吉田さん検本しました、ありがとうございます、宣伝してください、はい、皆さんも読んでみてください、はい、はい、ありがとうございます、いえいえいえ、嬉しい、はい、数字嫌いの吉田さんですからね、そうなんですよね、どっちかというとパッションで投資してますからね、あ、そうですよ、パッションです、投資はパッションです、投資はパッションですからね、はい、アートですからね違うんだよ、違うんだよ、ロジックなんだよロジックとデータなんだよ、まあいいや、ね、はい、まあそういうことで、でロジックとデータといえばですね、はい、ちょっと気になるデータが上がってきました、そうですね、はい、こちらです、はい、じゃじゃーん、11月の企業物価指数なんですが、はい、9.0% 上昇、41年ぶりということで、日銀が発表した企業物価指数が 9% 上昇と、もうほぼほぼ1割、前年同月比に上がってますと、で、伸び率はですね、オイルショックが影響した80年12月、まあ、これ第2次オイルショックですね、これ以来の41年ぶりの高さと、原油など国際商品価格の上昇に加えて、円安で原材料費に関わる、輸入品が値上がりしている、新型コロナウイルス下で、景気回復の足取りが鈍い中、企業収益を圧迫する懸念が強まってきたということで、まあこれ値上げしたいところですけど、そうですね、値上げビビってんです、みんな、はい、なんでビビってるか分かります？売れないんじゃないかと思うんですね。そうなんですよ、はい、でなんで売れないんじゃないかって思ってるかというと、はい、これ理由があって、俺これで本書こうと思ってるんですよ。ああ、なんですか？実は、はい、来年これで本出そうと思ってて、はい、給料が上がらない原因と物の値段が上がらない原因、はい、ほとんど一緒です。はい、でそれをね、打破する方法もね、はい、ちょっといろいろ調べたんですけど、どうもこれじゃないかみたいな。あるんですか？うん、打破したいですね。歴史を調べると、古き歴史を尋ねれば、はい、ギリシアにおけるデモステネスのごときを追想することができるのでありますと、はい、これ自達学会弁論原稿2ってやつですね。2があるんですねしかもそういうものがあるんですね、はい、そもそも雄弁の偉大なることは、古き歴史を尋ねればギリシアにおけるデモステネスのごときを追想することができるのでありますって、もうすごいね、卒業して30年にもなるのにね、まだ覚えてるんだねすごいね。自達学会、はい、弁論原稿じゃ発声原稿だ、ごめんなさい、発声原稿1と2っていうのがあって、はい、発声の2番の方ですね、2番なんです、これ長いんですけど、はい、途中のローマの下りがフェイクなんですよ、はい、あ、そうなんですか？そうなの、ね、ジュリアス・シーザーに書いてあることをそのまま事実として、はい、原稿にしちゃってるんで、ちょっと嫌いなんですよ、だから、なるほどはい、実際にはね、ブルータス、はい、
ブルータスは、まあ、最終的には、まあ、あれですよ、アウグストゥスに、まあ、やられるわけですけど、その仲間のアグリッパとね、まあ、戦うんですけど、ブルータスはやっちゃいけないことをいろいろやったんで、まあ、ローマの市民のもう関心を失って、権力を失うんですけど、はい、なんか、雄弁で、広場で論破してやっつけたみたいな、なんか、こう、ストーリーなの、ね、2つの発生原稿には。そう変わってるんですね。違う、それ多分、シェイクスピアの演劇はそうだかもしれないけど、事実は違うからみたいな、はい、まあ、話なんで、まあまあいいや、そう、それで、古き歴史を尋ねればね、はい、まあ、この状況、はい、思い出しましたよ。1970年代、はい、俺が小学生だった頃、はい、はい、俺が小学生だった頃ね、あ、すげえな、俺が小学生だった頃っていう、ような、ギャグを言ってる人がいましたね、昔ね。いましたね。初角屋千歳さんという人ですけどね。あ、そのことですか？古いな。わかるかな、わかんねえだろうな。分かる、今日古いね。俺らめっちゃ古いね、今日。それ、俺が小学校になる前ぐらいだよ。ちょっと前の話ですね。わかるかな、わかんねえだろうな、ね、イエーイって言ってやってたんですけど、俺が小学生だった頃。ね、あの瓶のコーラは毎年10円ずつ値上がりしていた。わかるかな、わかんねえだろうな。イエーイ。それそうなんですね。それ、うん、わかんないだろうなんな感じだ、ね、そうそう、みんなそれを知らないでしょ、はい、あのだって子供の頃ね、あの授業で、はい、小5とか小6で公民みたいのやるんですよ、社会科で。あった気がします。で、その時に一応、何ですか、用語だけ丸暗記なんだけど、はい、インフレーション、かっこインフレ、物価が上がること、はい、デフレーション、デフレ、かっこ物価が下がることって習ったんだけど、小学校とか中学校の時ね、まあ、それまあ高校でもやったけど、はい、習ってて、デフレーションあるわけねえじゃんと。はい、もうず物価って上がるもんね、どうやったら下がるのバカじゃねえとか言って、はい。理論上そうかもしれないけどさ、下がるわけねえじゃんって思ってたんですけど、今下がるの当たり前で、物価って上がるんですかみたいな。あれみたいな感じになってますよね。そうですよね。ねえ、わ、はい、かるか。初角屋千歳だ。古いな、ほんと。古い時代、ほんとにね、小学生ぐらいの時、まあ、ガチで上がってました。そうなんですね。あの、目に見えてわかるインフレは、小学生ぐらいの時は結構起こっていて、だって、普通預金で預けるじゃないですか。金利も結構高かったんで、お年玉を1万円普通預金で郵便局に貯金していると、1年間で300円も利子がついたんですよ。すごいですね。うん、でも300円利子ついても、コーラ30本買ったら値上がり分で全部相殺されちゃいますよね。あ、なるほど。そういうこと、そういうこと。うん。30本ぐらい飲んでたでしょ、ガキの頃は。多分ね、未だに飲みますよね。あの、栓抜けて飲む、あ、抜いて飲む、250ml しか入ってない、こういうちっちゃい瓶のコーラなんですけど、そうそう、1本ね、60円なんだけど、はい、あの、瓶返しますって言うと50円にしてくれるの。そうなんです、ね、飲んでく？持ってくって聞かれるの、お店で。で、飲んできますって言うと、はい、飲んでくって言うと、じゃあ50円でいいわって。持ってくって言うと瓶代10円取られて、で、その瓶を持ってくると、あの10円くれるの。デポジット方式なの。そうそうそう。で、その、コーラの値段が、はい、なんかね、小学校に行ってる時からかな、はい、まあなんか駄菓子屋行くじゃん、はい、そうするとなんかね、毎年ね10円ずつ上がってくるの、だから50円だったのが60円、はい、70円80円みたいな。でもう中学で部活で飲んでる頃にはもう100円近くなってて、はい、上がりましたね。そう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 、そんな感じで。もその頃ちょうど、あれが出たんですよね、あの350ミリ缶とか、それぐらい高校ぐらいになる時かな、出始めて、はい。で、その後、あれですよ、あの、1989年消費税増税で、はい、あの、ジュースが110円になってしまった。あ、なるほど。有名な社会党の反対意見がありましたね。子供が、あの、ね、100円持っててジュース買おうと思ったら、110円で買えなかったっていうことになるじゃないですかって国会質問で真面目に聞いたの。バカがお前らみたいなことやったんですけど、今だってペットボトルね、はい、150円ぐらいじゃないですか。そうですね。まあ、あの、大きくなりましたけどね。でもあれ、値下げしてるんですよ、実際には。そうなんですか。あの、だって値段変わんないけど、容量大きくなってるじゃないですか。はい、だからデフレがこうずっと続いて。なるほど。はい、ということなんですが、まあ、企業物価がね、9% なんて値上がりしてきたんで、はい、消費者物価指数にも火つくんじゃないかと。そうですね。いうことで、まあ、早すぎる煽りをやってるんですが、はい、まあ、上がるまでには時間かかるね。はい、うん。あの、実際に価格転嫁できるかどうかっていうのは、これからの政策次第。そうですね。はい、です。で、もしね、これ、値上がり確実ということなら、はい、早めに買っといた方がいいですよね。賞味期限見て、はい、もう 2、3年持つんだったら、はい、もう100本ぐらい買っとく。なるほど、うん、全部ジュースの話してますけど、はい、そんなジュース好きかみたいな。ジュース好きなんで、はい、あの3年ぐらい持つんだったら早めに買っといてと、はい、で早めに買っとかなきゃやべえなってみんな思い始めたら、はい、多分上がります。売れますもんね。売れます。はい、でそういう意味で言うと今なんか供給側がさ、いろいろとこうなんか制約を受けるような事象が頻発してて、はい、レクサスがなんかあれでしょ、3500台生産が遅延するって今日ニュース出てましたね。そうなんですか、うん、あの半導体がやっぱり間に合わないとか、はい、でラインをなんか2個止めなきゃいけないって、生産ライン、
でこれはもう企業にとっては大打撃ですけど、はい、なんかこう至る所で物不足、燃料不足、はい、なんで急にこんなことになっちゃったんだろうって思いますよね、はい、コロナ前までは物余ってて、はい、もう物作りなんか儲かんねえって言ってたのに、はい、物作りもなんか激儲かる時代が来つつあるみたいなことで、ね、なんかひっくり返してくんのかな、どうなるんですかね、そうするとやっぱり分かるかな、分かんねえだろうな、イエーイみたいな感じかなと思いますが、はい、まあこの辺についてはですね、ちょっとまあ整理しないといけないので、はい、まあ詳しくはですね、こんな平場の YouTube じゃなくて、ぜひ八重洲イブニングラボのメルマガ読んでください、はい、最近このテーマでばっかり書いてます、はい、気になりますね、そんな感じです、はい、ありがとうございます、はい、でそんなことやってる間にですね、はい、大変なことが起きました、そうなんです、はい、最遅延、最遅延、恒大ということで、恒大って中国で何て言うんですか、恒大とかですね、最遅延恒大ですかね、恒大ね、恒大ですかね、恒大、恒大、恒大とかじゃないですか、なんですかね、よくわかんないですけどね、最遅延恒大ということで、はい、もうデフォルトしました、しましたね、はい、はい、お疲れ様でした、ついに行きました、はい、もうなんかね、フィッチレーティングスかな、なんかが一部デフォルトをもう認めたそうですので、これちょっとまずいです、はい、何がまずいかというと、クロスデフォルト条項っていうのがあるんですよ、これ何かというとですね、いろんな債権者がいる中で一人でもデフォルトしたら、はい、もう残り全員もデフォルトしたとみなして貸し剥がし行きますっていう、そういう条項なんですよ、はい、でね、クロスデフォルト条項って結構だからなんですか、デフォルトするまではだから発動しないので大丈夫なんですけど、もっと後の方で金貸した人は恒大やべんじゃないかと思って、はい、コベナンツ条項っていうのをつけてる可能性があるんだね、また条項があるんですね、うん、でコベナンツ条項はね、このクロスデフォルトよりももっとね、なんていうんですかね、手前で発動しちゃうやつ、はい、これよく多分あれじゃないかな、ソフトバンクなんかがみずほからすげえローン組んでるけど、あれコベナンツ入ってると思うんですけど、そうなんですか、うん、営業利益が赤字2年連続で赤字になったらその瞬間貸し剥がしみたいな、あーすごい情報ですね、そうそうやつ、うん、だからデフォルトはしてないんだけど、はい、なんかその営業成績とかなんかその、ユーザー数でも何でもこう条件つけるんですよ、はい、でその条件がその、まあ、満たされてしまった場合不幸にして、はい、ね、その時にはもう貸し剥がし自動発動なんです、はい、もう全額返してもうそれヒットした瞬間にとりあえず一回返してくださいみたいなモードになるんですけど、はい、まあ、問題はですね、とりあえず一回返してくださいって言ってもこいつ返せないですよね、ないですもんねそりゃ約束はそうでしたよと、はい、でもいやそれと返せるかどうかは別ですよね、お金ないですもんね、ないんですよ、はい、どうするんでしょう、どうするんでしょうね、はい、ということで、まあ、チャイナですから、はい、暗黙の政府保障があるのか聞いてみようっていう、まあ、話が、はい、まあ、これから始まると、はい、一昨日あたり、まあ、出てましたよね、新聞でね、はい、チャイナの政府が、まあ、この、なんていうんですか、債務の整理に、はい、まあ、コミットするということなんですけど、あ、さあこれコミットしても、はい、整理できんのかね、どうなんですかね、だって日本だって1990年代ね、まああったんです、もう今日古い話ばっかね、さっき70年代今度90年 代, 90年代ちょっと進みましたけど、そうちょっと進みましたけど、はい、90年代にもうバカバカ潰れたわけね、こういう不動産開発会社が、はい、でもうみんなバランスシート大穴開いて不良債権問題ドッカーンってなって、はい、で結局じゃあもうそれね、整理しましょうと、はい、やったんですけど、例えば日債銀なんかの場合蓋開けてみたら、その不良債権の結構な割合が、あらららら、そちらだったんですか、はい、これですね、そうです、はい、で、日銀からですね、日産銀の社長ね、はい、そのもう債務整理するんだということで、はい、駅健康でね天下って行ったんですが、はい、大阪のホテルで謎の自殺、いや恐ろしいですね、そんなことが、そうなんです、そうそうそう、だからね、私日銀が金融緩和しない理由の一つとしてね、はい、仮説なんですけど、はい、金融緩和すると不良債権増えて、はい、でまた整理に行ったら行くときに人死ぬ仲間が死ぬから怖いみたいなので、なるほど、そんでだからヤクザが、あ、やべ言っちゃった、ね、ヤクザが怖くて金融緩和できないっていう仮説を俺一個挙げてたの、はい、あ、すごいですね、そうチャイナのスパイとかさ、いろんな説あったんだけど、はい、その中の一つでヤクザが怖いっていう説がありまして、はい、いや怖いですね、そうで、チャイナの場合はほらヤクザよりも怖い組織がいるでしょ背後に、はい、ね、チャイナ共産党っていうんですけど、そうですね、恐ろしいですね、だから大丈夫なのかなと、だからこれいろいろね、これから、まあ、はい、債務の整理話進むんですけど、もう、はいはい終わりましたっていうふうには多分なんないと思うんですよ問題が起きます ね, ね、色々でこれ整理してる間どうなのと、で多分恒大だけじゃないから、はい、で整理してる間じゃ他の不動産業者、はい、新規の不動産業者が立ち上がって、ね、でそれがもうバーッともうハゲタカみたいにみんな買って再生して、はい、ね、事業再生しましたみたいになるのかどうか、いやなりますかね、
どうかね、はい、でチャイナで事業再生しようと思って行っても今習近平がめちゃめちゃ統制強めてるから、はい、自由に商売できないでしょ。そうですね、だから事業 再生案件としてもちょっと結局おいしくないよねみたいなことになるかもしれないし、はい、どうなんでしょうね。そしたら買わないですもんね、うん、あと国内勢力優先みたいな感じでやっちゃうかもしれないですね、はい、あの今ナショナリズム全開ですから、はい、そうですね、って考えるとっていう微妙ですね。微妙です、はいはい、なので、まあ、チャイナ関係ね、はい、ご注意いただいてもいいかなと。この影響が日本にも来そうで怖いですね。日本にもね来そうですね、はいはい、そして最後の話題、はい、これちょっとね勘弁してほしい。大変ですね。大変です。じゃじゃん。電子帳簿保存法、はい、もうクソすぎる。めんどくさいですよね。これちょっと中小企業皆さん怒ってください、はい、これ何が、はい、何が問題かというと、あの Amazon とか楽天みたいな EC で買い物しますよね、はい、会社のね、はい、いろんな調達しますよね、はい、それこそ備品から、はい、ね、場合によっては仕入れまでしてるところもあるじゃないですか、はい、で EC の場合は紙で領収書出ませんよね。出ないです、ね、もう原本が PDF でしょ、はい、でその原本の PDF を保存する際にえらい厳しい条件つけてるのがこの電子帳簿保存法なんですよ、はい、すげえバカみたいなやつで、なんかそのタイムスタンプを押せと、はい、改ざんできないように。そうですね、はい、でそれができないんだったら規定を作って、はい、でファイル名に金額と取引先と日付が分かるようにファイル名変えろって言うんですよ、はい、1個ずつ検索できるように変えてくださいって言うんですよね。でそれもだから要は Windows のフォルダの中で税務調査の時検索できるよみたいなわけわかんない話で、そういうのなんですよね。とんでもないですよこれ、はい、うん、大変ですよ。そうなんですよ、はい、でじゃあ原本にアクセスできてそれが検索可能だったらいいのと、はい、だったら PDF の中身を見るソフトもあるからじゃあそれやればいいのとか言ってもなんかもう税務署も分かってなくて、そうなんですか。そうなのよ、なんか全然税理士にでもらっちゃかねえし、税務署も分かってないんですよ。まあこの後もう一回俺質問するけど、はい、らっちゃかないですよ。でどうすんのって感じで大変ですよ。で今ねこれ JSOX 騒動の時と同じになってます。中身がよく分からないんで、はい、大変ですよ厳しくなりますよとか言って、はい、言っていろんなコンサルタントとか、はい、あとベンダーが営業してきてんの。チラシとかすごい来ますよね。そう電子帳簿法対応ですとかって言って、はい、これいいんだけどさと、はい、これ単純にだからあのアドビ社でね、はい、あの PDF の、 あの全文検索、はい、あのファイルの中身の全文検索 の、 あ、 のあるんですよサービス。あるんですね。あるのでそれでいいんじゃないのと、はい、だからスキャンしちゃってその全文検索に引っかかんないのだけはじゃあ仕方ねえからやるけどと、はい、でもそれじゃダメなのとか、あとは俺これすごい思うんですけど、はい、EC ですから、はい、決済もキャッシュレスでしょ。そうなんです。だからそのあの出金データが残ってるわけですよ、はい、何らかの形 で、ね、だって会社のクレジットカードとかで買うわけだから、はい、クレジットカード見ればその商標通り何月何日に支出してるって確認できるんだから、お前ら税務署手抜いてるって調べろよそこって。ですよね。なんでファイル名を変えることによってそれが証明したことなんでファイル名なんかいくらでも変えられないのバカじゃねえのと思って。そうなんですよ。何月何日何ってこう書かれて、じゃあそれがあって EC ですけど現金で払いましたとか言って成り立つのかね。知らないですよね。バカじゃねえの。改ざんできるかどうかとか言ったら紙なんか今まで改ざんし放題だったじゃんと。そうですね、何言ってんのと、はい、でもそれちゃんと出勤記録と付き合わせて実質要件で見るってお前らの先輩たちはやってきたんです税務署この野郎って、はい、ねえそれ手抜きでそんなフォルダでファイル名大変ですよね。そんな調査すんじゃねえみたいな感じで社員全員言っておかないとダメじゃないですか。ダメだよそんなの。大変なんで、じゃあこれ認めなさいあれ認めませんとか言ったら、はい、じゃあ仕入れできねえじゃんみたいな。そうなんですね。仕入れ自腹ですかと。きついですよね。何言ってんのみたいな。木材100本買ってきましたね。そうね。 EC サイト大困りだと思うんで、はい、まあ、逆にあの楽天とか Amazon のシステム側で対応してもらいたいなと。あ、そうですね。うん、あのなんかあのね購買履歴に検索窓つけてやると、はい、で原本これですって Amazon のサーバーにある直接見れます。これなんか文句あるって、はい、だからあのベンダー側が対応するうんぬんじゃなくてなんでこの買った側がやんなきゃいけないんだよと、ね、売った側がやるよって話なんだけど、はい、なんかわけわかんないことになってて。そうなんです。皆さんパニックですよね。でこれ本当は来年1月からいきなりやるつもりだったのね。そうなんです。1月何にもみんな周知もされなかったし、で今になって税理士が騒ぎ出して実は来年からこれなんですよとか言って。そうなんですよ。で2年延期になったのね。あ、延期なんですか。一応2年延期になったんだけど、はい、その2年間延期するのに届け出出したやつは延期するとかまたわけわかんないこと言ってて、はい、そうなのと、うん、出してないのでダメです、ね、ダメでね。あとねこれいろいろちょっと見たんですけど、あの現代ビジネスになんかねちょっと詳しいのが出てて、はい、タイトルはね、 PDF で受け取った請求書を紙で保存が NG に全事業者に影響する電子帳簿保存法改正の、注意点と、はい、いうことで、これ要はね、メールで受信したやつとか、はい、ネットのホームページから直接ダウンロードスクリーンショットした請求書とか、はい、電子請求書、電子領収書の、授受に関わるクラウドサービスを利用した場合とか、クレジットカードの利用明細データとか、交通、IC カード支払いデータ、スマートフォンアプリによる決済データを活用したクラウドサービスとか、もうこういうの全部ダメっていうの。これもファイル名変えて保存なんですよ。大変ですよね。それサーバー側にタイムスタンプあんだからそっち見てこいよって感じで、そうですね、あ
のだから売る方にそれのモジュールでもつけてもらうように、はい、業界働きかけて補助金でも出せばかやろうって話なんだけど、本当ですよ ねなんでこっち側が対応するんだよ。しかもファイル名変えるとかさばっかじゃねえのと、エクセル方眼紙みたいな世界なんで。でこれねちょっとですね、私ねいろんなちょっと経済団体の関係者もすげえバカなことやろうとしてますよと、はい、でこれなんとですね担当してるのが小森くんなんですよ、はい、ええ、僕の同級生、この間石川行くから当選したね元金融庁の小森くん、これ担当らしいの。でも小森だからちょっと、いやお前これちょっとやばいぞと、ちょっとこれまたいや別に税金払うけどさと、はい、調べ方をもっと工夫しろと、はい、フォルダ名フォルダのファイル名でね、はい、そう真実だとか言うと勘弁してくれないと、はい、ちゃんとサーバーにさ記録残ってるのみんなわかんじゃんと、そうです、ね、いいよじゃあアカウントこう開いて、はい、どうぞって見せるからさ、はい、ダメなのそれでもと、はい、いうことはねちゃんと言っておきたいなと、ぜひぜひ小森頼むよマジでお願いします、はい、ねということで、しかも罰則があるんですよね。罰則があるんですよ、青森申告取り消しなんだって、はい、あきついですよ。とんでもないよね、はい、そんなのね。だから何をやりたいんだか、はい、民間企業いじめるんですか、習近平見たことやるんですか、岸田さん、はい、岸近平かお前はみたいな。もうこれほんと困った、はい、困りましたよ、うん、はい、はい、ということで各法人会の皆さんぜひね税務署長の方にガツガツと、そうですね、はい、あの陳情言っていただければと思います、はい、私もちょっと小森君に電話してみます、ぜひぜひ、はい、ということで、もうね、はい、人類が滅ぶ前に、はい、中小企業が日本の中小企業が滅亡してしまう、そうですよネタでございました、はい、はい、ということでまた来週、はい。